昨日は本当にあんまり19オールくらいから覚えてなくて、本当にどうやって勝ったんだろうっていう気持ちと、表彰台に上がってもなかなか実感が湧いてこなかったんですけど、まあ、試合が終わってこう携帯を見た時にたくさんおめでとうっていうメッセージをもらったりとか、テレビに出させてもらったりして、あ、本当に金メダル取ったんだなってようやく実感してきて本当に嬉しいです。そうですね、まあ、本当にまさか自分たちが目標にはしていたんですけど、オリンピックで一番高いところに最後まで勝ち続けることができるとは本当に思ってなかったので、昨日の夜は本当にこう諦めないで頑張ってきてよかったなって思ってました。正直試合中はあまり声とか聞こえなくて、声出してたのかどうかもちょっと分かんないんですけど、まあ、でも同期の子からこう田所先生が鉢巻きとか して応援してたよっていう写真もらったりとかして、多分そんなことする先生じゃなかったのに私たちのためにそうやってしてくれるっていうのは本当に嬉しいことですし、こう田所先生がこう自分たちを組ませてなかったら多分今ここにもいないと思いますし、本当に感謝の気持ちなので本当にありがとうございますって伝えたいです。まあ、田所先生が私たちを組ませていなければ本当に私たちは今この場にいないと思うので、本当にこう感謝の気持ちでいっぱいですし、レースオリンピックのレースが始まる前からもう多分オリンピックのツアーの予約もしてたと思うので、先生は本当にこのブラジルまで来てくださって最後まで試合を見届けてくれて本当にこう嬉しかったです。そうですね、やっぱりあの場面で逆転できたのは、まあ、本当に今までたくさん辛い練習だったりこう辛いことを乗り越えてここまで来てるので、ここでは終われないっていう気持ちが逆に出てきて、前の日にレスリングの伊調さんが逆転して勝ってるのも見てたので、私も逆転できるっていう気持ちになれたので、まあ、そういうのがこう逆転勝ちにつながったのかなって思います。あの場面の緊張感だったり続々感だったりっていうのは本当にこう試合の本番でないと味わえない緊張感なので、さすがにそれは練習ではこう練習できないことなんですけど、でもあの場面でこう自分たちの最高 のプレーができたっていうのは、この4年間本当にこう自分たちがいろんなことを経験してきて2人で頑張ってきた思いっていうのがあったから出せたと思うので、本当にこう2人でたくさん頑張ってきてよかったなって思ってます。去年一昨年にこう世界ランキング初めて1位になってからの世界選手権でこう自分たち自身にすごいプレッシャーをかけてしまって、絶対に金メダル取らなきゃっていう気持ちだったり、負けたらやばいっていう気持ちになってしまって、こう世界選手権で自分たちのプレーを出せずに終わってしまって、そこでこういや自分たちは世界ランキングは1位かもしれないけどまだ世界選手権でメダルも取ったことないので、そういう気持ちで戦ってはダメだと思って、こうオリンピックでは自分たちのプレーを出すことだけを意識してこう試合に挑んだので、正直オリンピックに入ってからはプレッシャーが全然なくて、どちらかというとオリンピック出場が決まった2ヶ月前とかの方が、あ、こういうふうに見られてこう戦っていかなきゃいけないんだなっていう緊張がありました。まあ、ロンドンオリンピックが終わってからこう私たちは少しずつ勝てるようになったんですけど、女子ダブルス全体、世界の全体のレベルも本当にこうどの国も上がってきてて、多分女子ダブルスの本当に世界的に混戦な時期に多分私たちはこう今バドミントンをすることができて、多分ロンドンが終わってからこのリオで最後って決めてる選手がたくさんいたと思うんですね。でその中でこう決勝で戦ったデンマークのペアだったり、私たちがずっと目標にしてきた中国のペアだったり、インドネシアのペアだったり、韓国のペアだったりっていうの選手たちと試合ができることが本当に楽しくて、こうその選手たちが
言ってくれたからこう本当に今の自分たちがあると思うので、その人たちとのあと何回できるかわからない、本当にオリンピックで最後って決めてる選手もたくさんいたと思うので、あの人たちにこう試合で少しでもこう自分たちの力をぶつけて恩返ししたいっていう思いが今回のオリンピックではあったので、こう最後にこう優勝できてよかったです。組んでもう10年になるので、まさか本当に10年前はここまで来れるとも思ってなかったですし、私がこう一学年上で先に卒業してしまって、もう松友とその、卒業後も組むとも思ってなかったので、本当にここまでこう、まあ、自分自身も成長させてもらいましたし、ダブルスの面白さだったり、本当にこう2人で辛いことだったりいいことだったりっていうのをずっとこの10年乗り越えてきたので、本当に感謝の気持ちです。初め世界にの大会に出始めた頃はもう本当に1回戦負けばっかりで、昨日の決勝で戦った相手と初めてやった時もこの人たちにどうやって勝てるんだろうっていうぐらいボコボコに最初はされていて、そんな中でもこう2人でいつかああいう人たちみたいになりたい、いつかこうあの人たちに勝てるような選手になりたいっていうのをずっと2人で諦めずに持ってきて、今思うとこの出始めの頃を考えるとここにいるっていうことが本当に夢みたいな話だったんですけど、こう2人で諦めずに本当に多分先輩がいなければ、先輩と組んでなければ本当にこの舞台にも立ってないと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。